されるの
とも成田祇園祭の特徴です。徳川時代から江戸で会長や初代市川團十郎などを通じ深められた江戸の人々と成田山信仰の関わりがうかがえます。また祭礼期間中は成田山新勝寺の奥の院が開かれ、奥の院に奉安されております大日如来の清水滴る洞窟の中まで一般客の参詣が許されます。最近では国際都市成田らしく諸外国の方々にも参加していただいており、また大勢のお客様に成田にお越しいただけるよう、平成13年度より成田祇園祭は7月初旬の金曜、土曜、日曜日の開催となりました。以上で祇園祭の説明を終わります。本日のアナウンスは成田高等学校同附属中学校放送部が担当します。どうぞよろしくお願いいたします。
Thank you.